白海送別会、高谷は、後列右から一人目、高谷道夫は、日本の経済学者。内村鑑三の弟子で、ジェームス・カーティス・ヘボンの研究家でもある。1922年に、シカゴ大学を卒業後、関東学院、明治学院の教授を経て、大美林大学経済学部創立に尽力する。後に、同大学経済学部長を務める。 1981年キリスト教功労者の表彰を受ける。1891年香川県中郡丸亀町の五副町の家に生まれた。小学校の高学年の時に家の商売は借在と火災でたちまち、傾き没落したが家族親戚は高屋には弁学の見込みがあるとみて学問をさせようと努めた。東京高等商業学校に合格し、 育英会の奨学金と親戚の援助などで進学した。キリスト教徒の最初の出会いは兄からもらった英語聖書であった。兄は軍隊で台湾に行きそこでカナダ人の長老派宣教師マッケーからその聖書をもらったという。また高谷が六幕園にかかり、高松で入院しているところへ東京帝国大学に進学した友人が見舞いに来て、 内村肝臓や白宇会のことなどを話し、上京したら、ぜひ、内村肝臓を訪ねるようにと勧めた。高屋は上京後直ちにうち、村を訪ねて、毎週日曜日に内村の聖書講義を真剣に聞いた。高屋は内村肝臓を生涯を通して尊敬した。柏木共有会に入会する。当時内村の門下生は柏木会を組織していたが、これとは別に、 白会という少人数の組織があり、高谷はこの会員になった。そのメンバーには後に、東京大学総長となった、南原茂や関東学院を創立した、坂田優、金沢医科大学の星野哲夫などがいた。白会の会員は、多少の異動があったが、最後まで続いたのは7人であった。卒業後は、神戸で就職したが、キリスト教伝道者となる決心をし務めをやめ、 丸亀キリスト教会で受選して神戸神学校に入学した。新学生であったが教会では伝道師の扱いであった。その頃、香川とヨヒコが米国留学を終えて帰国し、再び新川に住み伝道活動を開始していたが、香川は高谷の存在を知り神戸 YMCA の主事にならないかと持ちかけた。青年の伝道を 自らの使命と考えていた高谷はこの仕事を2つ、返事で引き受けた。香川は、自分が活動の場としている新川に住むことを高谷に、進めたが、高谷はそれを断り YMCA の寄宿舎に住み、当時の YMCA の乱れていた風紀を一新する、ことに努めた。神戸 YMCA に勤めた3年間に、高谷は、平沢米子と結婚した。また、 香川の勧めによりトルストイの簡易聖書を翻訳出版した。これは、高谷の初めての出版であった。1920年、坂田優が高谷を訪ねてきて、横浜でバプテストミッションが開設し、自分が院長を務める関東学院に高等、商業部を開設したいので、その開設準備のため、アメリカへ留学してほしいと依頼した。高谷はこの申し入れを受け入れ、 ミシガン大学へ留学した。2年間の留学を終えて帰国したが、すでに関東学院の高等商業部は始まっており、学部長の席はなかった。高谷は青年へのキリスト教伝道に関心を向け、関東学院ミハ春大のコーチに関東学院協会が高谷荒によって創立された。高谷は牧師ではなかったが、中江系牧師の就任まで牧師の役を務めた。 学内において不遇であったため、高谷は学問研究に専念でき、自らの学問的立場を示す、キリスト教経済文化史を表した。この著作を東京高等商業の上田達之助教授や南原、茂が公表した。1944年、学校の整理統合があり、関東学院の高等商業部は明治学院に併合されることとなった。高谷は、 関東学院の生徒とともに、明治学院に移り、また教会もヘボンが横浜に設立した、横浜指備教会に移った。明治学院での高谷の役職は、図書館長であったが、ここで、高谷は、ヘボンが日本で、編集出版した、和英語臨習生の実質原稿を見て、感銘を受けた。東京大空襲が続く中で、これが消失することを恐れ高谷は、 ヘボンの自筆原稿を背負って東北学院に疎開させた。戦後、高谷は本格的に日本のプロテスタント史研究に勢力を注ぎ込み、文部省の助成金でドクトルヘボンを出版した。それまでヘボンを紹介する本は、ウィリアム・グリフィスの日本のヘボンを元にした山本周行の JC ヘボンのみで、高谷の本により初めてヘボンが広く、 一般に紹介されることになった。ニューヨークにヘボンの手紙等の資料がたくさん保存されていることを知った高谷は何としてもアメリカに調査に行かなければならないと考え、1956年、明治学院の許可を得てアメリカに行った。現地ではアジア財団、長老協会本部、ダッチリフォームド協会の援助を受けることができ、ニューヨークのユニオン神学校のゲストハウスで 役員として迎えられ、長老教会本部に通った。アメリカ聖書教会、ニュージャージー州立、ラトガース大学図書館、ニューブランズウィック神学校図書館等も周り資料を探した。これらの場所でヘボン、SR ブラウン、グイドフルベッキラの資料が続々と発見された。高谷は多くの貴重な発見資料を持って帰国した。1959年岩波書店より、 ヘボン書館集が発行されると大変な反響を呼び、NHK の私の本棚でも連続朗読された。高谷の最も代表的な著書となり、初期プロテスタント史研究の基礎的資料となった。ヘボン書館集を最も高く評価したのは、大塚金之助教授であった。続けて、吉川博文館より、人物総書、ヘボンが出版されることにより、 ヘボンの名は一層知られるようになった。1962年長く、病床にあったヨネコが、天に召された。1964年明治、学院大学大学院教授を退任し、その後2年間の職宅教授を続けた後、1966年オービリン大学、教授となった。これは、オービリン大学の創立者、清水安造の要請に応えたもので大学に、 経済学部を新設するための準備を託されたものだった。1959年のヘボン来日100周年以降、行事、出版等が続いた。高谷は、明治学院90年史、フェリス女学院100年史、指地教会100年の歩みを相次いで執筆した。この時フェリス女学院史執筆のためフェリスで助手を務めた田中松江と1963年に結婚した。 1965年に SR ブラウン書館集を日本キリスト教団出版部より1980年にフルベッキ書館集を新教出版社より出版した。さらにタウンゼントハリスの研究に取り組んだ。この研究は一般に誤解されていたハリス像に対し強く訂正を迫るものであった。晩年の最後の大きな仕事は横浜開港資料館の開設準備であった。 旧イギリス領事館の建物を横浜市が買い取り、横浜開港資料館として公開されることが決まり、高谷は開港資料普及協会の理事として開設準備に参加した。この時横浜市の広報センターより、市の機関雑誌、市民グラフ横浜の31号を平凡特集号と、するとの企画が提案された。 このグラフ執筆に参加した人々を中心に、横浜プロテスタント研究会が組織され、高谷はその代表となった。晩年の高谷は毎月この研究会の例会へ出席することを楽しみにしていた。グラフ横浜のヘボン特集号に過筆修正した写真集が有林堂書店により、横浜キリスト教文化史として出版されたが、これは高谷の関係した最後の書籍となった。 1977年横浜市は高谷に横浜文化賞を授与した。1979年日本聖書協会は鶴スミス賞を、1981年キリスト教文化協会はキリスト教功労賞を送った。1982年オービリン大学を定年退職するのと同時に同大学より名誉教授を送られ、1988年明治学院大学、 明治学院大学経済学部は名誉教授を授与した。ヘボンと同じ96歳まで行きたいと思っていた。高谷は、1991年100歳の誕生日を迎え、横浜東急ホテルで祝賀パーティーが開かれた。席上、ブッシュ米大統領からのメッセージ書館が披露された。1992年12月、身体の不調を訴え、横浜市戸津区の老人施設、 太陽の園に入院、そこで肺炎を起こし東戸塚記念病院に移され、1993年3月21日102歳の生涯を終えた。国別式はヘボンが創立した横浜指示協会で、終山臨蔵牧師の詩式で行われた。墓地は横浜市神奈川区の三沢墓地にある。松江夫人は高谷の死後、息子の住むブラジルに渡った。 ありがとうございます。